ありえなくね、できるなら1回目から言ってくれよ、吉井さん。さあ、モタール、まずはストッピー。おーおーおー、すっげー、おー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 。いやいや、みんなこんなんじゃない、さらに見たい人。はい、モートハル、モートハル、モートハル、そうか、まずは俺ももちろんクリア狙うんだけども、普通に行きますね、まあ、普通にしかできないんだけど、元あると俺の違いだから、俺がクリーしなければ元ある普通にクリアすればヒーローだけど、俺も最近乗り込んでるからね、週 4,5 回は乗ってるからね。じゃあ今日は真剣勝負でいきます。ちょっと拍手のタイミングが難しいのかな、これな。よし、行きましょう。バランスを取って、そこ静か静か静か。さあ、そしてギアを変えて、まずは往復ですから、まずは片道 OK。 そして往復です、まだ気は抜けない。よし、そしてファンサービスは忘れない、一瞬で。よし、あれ今カメラ見てたんじゃない。そして最後シート、でもここまで来て落ちたこと何回もあるんだな、元ある。まだ落ちていいですよ。いやいやいや、はい、ショートして成り立たない、なんかだって本田選手拍手が多くなった一瞬。同じこと、いつもよりスロープ立ってね。大丈夫、拍手もシーンだし、何が怖いって、もうスタッフさんが巻き入ってますから。じゃあ最後パーンと上がったり、いいですか、上がっちゃって、いいですか。2人で上がります。じゃあね、たくさん拍手、子供たちもね、手が赤くなるぐらいやってくれてますけど、ホタルいって真剣勝負、ギアを3速、俺たちのスイッチは入った。さあ、あとは皆さんの拍手、いいです、いかがですか。はい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 、ホタル行って、レディーゴー。さあ、ポート向きを変えて、見事、今ちょっときつかったけどもね、やっぱり皆さんの拍手が押してくれたんでしょう。皆さんどうもありがとう。